では次のコンシェルジュさんです。はい、今日も可愛らしいですね。おはようございます。愛犬のためのおやつとご飯、ゆりかごのじゅんじゅんです。今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、昨日七夕でしたね。珍しく晴れて、皆様星に願いを込められたかなって思うんですけれども、そんな七夕に、前回お話ししましたゆりかごのメールマガジンがスタートいたしまして、おめでとうございます。ありがとうございます。満を持して拍手をきましたね。ありがとうございます。はい、こういう蝶々結び、ゆりかごだより蝶々結びという名前のメールマガジンをお送りさせていただきまして、初回は私が初めて出会った保護ワンコといいますか、レインボードッグですね、ポチのお話と皮膚のお話をさせていただきました。早速ご感想のメールなどもいただいていて、はい、嬉しいね。本当に嬉しくて初めてよかったな溢れてますよこぼれてます、はい、不定期ではありますけれども、読んでくださる方が、幸せな気持ちになったり、何か知るきっかけになって、読んでいただけるような内容にしたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。はい、楽しみです。はい、で今日は、私のじゅんじゅんのホリスティックケアシリーズのこの、触れるというところをお話をしたいと思います。はい、人間のお母さんと赤ちゃんの間にはその関係性が認められていたんですけれども、オキシトシンというホルモンの名前って聞きになったことあると思うんですけど、はい、もうみっちなわわわわむなのでね、もう大好きな言葉の一つです、はいはい、人間のお母さんと赤ちゃんが愛着を形成するときに、体内にわーっと出るホルモンなんですね。で私たちは犬と暮らしていて、愛犬と見つめ合ったり、触れ合ったりするときにも何か湧いてくるのを感じますよね。本能的に感覚的には分かっていたんですけれども、実はそれが科学的に証明されたのは去年のことなんです、すごいよね。でそのオキシトシンというものなんですけれども、ちょっと図を作ってきましたけれども、はい、生き物の、生命活動の本当に本能的な部分から出るホルモンなんですね。別名愛情ホルモンというふうに言われているんですけれども、これは別の顔を持っていて、免疫力を上げるんです。ですのでうちの子と触れ合ったり見つめ合ったりすることで、ただそれだけでお互いに健康になることができるという、すごく素敵な関係なんです。本当だよね。はい、でそれで人間と犬が暮らし始めても何万年も経ってると言われてますけれど、人間の文明が進展してきたそのそばには必ず犬の存在があったのも、このオキシトシンが関係しているのではないかっていうふうに言われているんですね。ではなので私がいつも愛情は種を超えるよってお話をしているんですが、一種の愛情交換が触れることや見つめることによってできるということが、科学的に後から裏付けてくれたっていうような感じだと思います。ジュンジュが作ってきてくれたこのフリップのね、お手手のママのお手手の上にワンコのお手手が重なって、もうこれ見てるだけでも本当になんかうるうるしてきちゃうもんね、はい、そういうつながりってね、本当何物にも代えがたい幸せだから。そうなんです、はい、このオキシトシンというものがもう難しいので、そんなの本当は抜きでもいいと思うんですね。ただ触れることを見つめ合うことで愛情がお互いに通じ合ったり、あとは信頼することができる、あとは共鳴し合うことができる、だから病院での介在療法であったりとか、外国ではもう取り組まれてますけれども、学習支援犬だったりとかも、こんなふうにこうシンパシーを感じられる犬という生き物が存在
存在しているんだということを教えてもらうようなデータでした。素晴らしいです。私は思うんですけれど、今人と、赤ちゃん、お母さんと赤ちゃん、人と犬の話をしましたけど、まだ研究が人と猫ちゃんとか人と小鳥さんとか、あるいは同じ家庭に住む動物同士ではまだなされてないんですね。これがなされて、何かこういうようなものの関係性があったら、もっと素敵なことになるんじゃないかなと思って思ってます。はい、もっと研究進むといいですね。はい、はい、あ、楽しかった。今日もありがとうございました。ありがとうございました。幸せな気持ちになりました。はい、ゆりかめのじゅんじゅんでした。ありがとうございました。